お元気ですか？谷村新司です。夏真っ盛り、心地いい汗をかきながら、谷村毎日散歩を続けております。そして何よりも、嬉しい瞬間というのは、散歩から戻ってきてからのシャワー、着替える、もう一気になんか気分が爽快になります。さあ、ラジテレ、今日も元気にあなたとゆっくり始めていきたいと思いますよ。ラジテレスタートです。さあ、今回のテーマはパリ1989、パリ1989、何だろうと思ってらっしゃる方いるかも分かりませんね。パリといえばもう文化の香りが高い、そんなパリを訪れたのは確か20代の後半、これが初めてのパリでしたね。その当時、日本では、東京オリンピックの後、海外旅行っていうのが少しずつブームになってきて、そして、少しずつ身近になっていって、航空会社が作ったパック旅行、これが一気に増えてきて、テレビでコマーシャルが流れてきて、あ、これぐらい頑張って、チケット買えば、行けるんだ。そんな中でロンドン、パリ、ローマ10日間 JAL パックっていうやつだったと思うんですけども、これを利用して20代のちょうど中盤ぐらいだったかな、初めてこの3つの国、3つの町を訪れました。季節はそう、夏休みでしたね。夏っていうとなんかいろんな出来事があるんですけども、僕にとってはこの年の夏っていうのはやっぱりすごく、大きな出来事があった、この3つの町はどこもいわゆるサマーバケーションなんですよね。それで着いてみて、町を歩いてみて分かったんですけども、ガラッガラです。みんなサマーバケーションで国を離れて、誰もいなくなってる。あ、だからこの安いパック旅行が、実現したんだなと改めてこう実感したのも、この瞬間だったですよね。でも、人はいなくても、街はちゃんとありますから、その街の空気感を、堪能できる、自分にとってはもうすごい刺激たっぷりでしたね。それぞれの街が持ってる歴史の深さとか街並み、もう歩いているだけで、心が揺れて、刺激をたくさん受けました。